日本統治時代の台湾台北市台北市区計画台北水道台湾の古籍直轄指定古籍、台北市中西区台北水道水源地新見世計交換浄水場台北水道水源地は台湾台北市中西区にある日本統治時代に共用された主水場と浄水場現在は市政府直営の交換浄水場として運営されている場内は博物館及び ウォーターパークが併設され、台北市の一さだ戸籍にもなっている。戦前の水道町、現在の水源里や水源路の地名の由来でもある。1885年、新朝の初代台湾巡部、流明殿が台北北門街、石坊街、西門街に井戸を改作、ろ過消毒後に飲料水として市民に提供した。これが台北における公共水利インフラの支祖とされる。 1895年、日本政府の台湾統治における戦死者は154人だったのに、対し、薬病による死者は4000人以上に達し、日本へ送り返され治療を受けた者は2万7000人に、上った。当時の明治政府で内務省衛生局長だった後藤新平は、台湾全土の衛生顧問による衛生環境の調査と上下水道整備を、 台湾開発の最優先事項とすることを要求した。1896年8月、台湾総督府は親と異義士だった、スコットランド出身のウィリアム・ケイ・バートンとその弟子の浜野八郎を台湾の衛生事業と台北の上水道建設調査のために派遣した。淡水で総督府として初の上水道計画が始動。事業進行中にバートンは、 フード病に罹患したため西洋中の東京で病死したが、医師を継いだ浜野が計画案を仕上げて、総督府に、県議1903年、交換観音山山6の新見世計に取水口を設け、浄水場での処理後に加圧ポンプで観音山山城の貯水池まで用水し、自然落下方式で市内に給水する案が採用された。12万人分。 62.5万立方弱の給水能力で計画され1907年4月に着工。1908年10月に取水口とポンプ室が竣工し、給水を開始。1909年6月に給水管、浄水場、貯水池などの全施設が竣工し、一般家庭への給水も開始している。総事業費は当時の金額で1。 849万988円781銭だった。台北水源地観測路舎場と命名され、台北の水道水近大化インフラとなった。1914年には、給水区域の人口が13.3万人に達し、内地から来た日本人の消費量が特に多かったため拡張工事が実施されている。台湾の水道事業は1896年に、 バートンと浜野による調査が開始されてから1937年時点で、淡水、キールン、台北、シリ林、北投げ、新築、昇華、カ吉、大港、都六、台南、高尾の使用を都市111箇所で整備されるに至った。第二次世界大戦後は、市政府建設局地雷水化の管理下となった。1951年初頭、台北市政府が、 台北市地雷水水源広立て工程、水業委員会を設立、主任委員を当時の市長呉三連が務めた4月、広立て工務所を設立し、設計日誌に台湾省政府建設庁から藩純一を招聘し、事業を推進した。翌年2月末に、事業は観光。業種沈殿地1カ所、沈殿地2カ所、急速路仮層4カ所を備え、 一日あたり2万トンの給水量だった。1961年より台北市自雷水省の管理下となる。1974年、第3期拡張事業により観測露過場は撤去され、傾斜管を備え、凝固材による凝集沈殿法を採用した沈殿地が増設され、急速露過層もガーネットによる露過処理に改められた。能力も、 日量5万トンに増強されている。1977年に台北地雷水事業所管理課となり、ポンプ室が退役。1992年、視察に訪れた第8代総統理陶器がポンプ室の保全を指示。1993年6月、内政部がポンプ室を産休戸籍に登録。同年9月27日以降、火曜日のみ。 一般見学が可能となった。九百九十八年五月、一旦閉館し、台北地雷水事業ところが約8000万入台ンドルを投じて、ポンプ室が当時のものを再現すべく修復された。二千年四月三十日、ポンプ室は台湾発の水道博物館となる台北地雷水博物館として正式に開館した。交換浄水場や博物館一帯を レジャー施設としたもので2002年に開業。2007年からはウォータースライダーなどを備えたウォーターパークの浸水体験教育区が開業し、市民プールとしての機能も併せ持つようになった。また、河津桜や江桜、染井吉野が植樹されており、日本より早い1から2月頃に見頃となる。2010年にはソーラーパネルが設置されたが、 2016年7月27日に猛暑によりパネルが発火し火災事故を起こしている。2018年廃止された沿線の台湾鉄路管理局新見世線を忍ぶレールのパブリックアートが展示された。地雷水博物館は台北水道のキューポンプ室建屋を水道博物館としたもの。設計は台北駅、台湾銀行、台北品館、 国立台湾博物館などを手掛けた総督不動牧局の技師、野村一郎、森山松之助が担当した。全体はバロック建築が取り入れられ、正面から左右に広がる中廊にはイオニア式の装飾が施されている。内部のポンプ室は半地下構造で、当時使用されていた酒水、送水ポンプ吸気が展示されている。1950年代以降は、 日立製作所、エバラ製作所、アリスチャルマーズのものとなっている。内訳は、日立が1、2、3、6、8号機、エバラが5号機、アリスチャルマーズが4、7、9号機地雷水博物館に関するカテゴリー。ありがとうございます。